こんにちは、なあです。私は消しゴムハンコ作家として活動し、ハンコ活動を楽しむ動画を作成しています。本日の動画はハンコを押したラッピングペーパーでテトラボックスを作ろうになります。よろしくお願いします。テトラボックス何って思われてる方いると思うんですが、こんな感じの三角形のボックスになります。ちょっとこれ試作品なんでめちゃくちゃちっちゃいんですけど、作り方自体は大丈夫そうでしたということで、ちゃんと出来上がったものをまた後でお見せしたいなと思います。今日使用する紙はこちら、セリアで購入をしてきましたデザインペーパーのニュアンスカラーというものです。20枚入っているっていうことでした。色はこんな感じになってます。色の名前がめちゃくちゃ可愛いんですよね。スモーキーローズとかフレンチアプリコットとかハニーブラン、ミルクチャイ、めっちゃ可愛いなと思いました。で、みざらしクラフト紙に裏側はなってるっていうことで、こんな感じの茶色っぽい感じになってます。で、紙の厚みなんですけど、私結構ペラペラなのを想像してたら少し厚みがあって固めな感じの紙でした。薄い折り紙よりも少し厚めです。裏側はこんな感じになってます。じゃあこの中から今日はこれを選んで、これにハンコを押していきたいと思います。これからハンコを押していくんですが、押すときは下に汚れてもいい紙を敷いてもらった方が、端っこまで押した時にはみ出して押せるのでおすすめです。使用するインクはこちらの、まずはシャチハタの黒のスタンプ台になります。これを使ってこのウサギのハンコを押していきます。押す時は少し間隔を空けながら、向きを少しこうずらしながら押すようにしています。一旦こんな感じで、で次に押すハンコはこのウサギのシルエットにします。色はピンク色で押します。押す位置は少し間隔が空いてるなっていうところに私は押していってます。で、結構いろいろ考えながら押すと、どこに押そうって迷って押せなくなるので、あんまり何も考えず、ただ空いてるなっていうところに押していくようにしています。では次、こちらのお花のハンコを押してきます。押してる順番見てもらったらわかると思うんですが、私は大きめのハンコからだんだんサイズが小さくなるように押していっています。そうする方が後から隙間に大きいハンコを押すっていうのは難しいので、大きいのから押していくのがおすすめです。では次はまたこのちっちゃめサイズのお花を押していきます。で、あとこの押していく時の余白なんですが、もしラッピングペーパーを大きいものに使いたいという方は余白広めに押した方が可愛くなります。で、小さいものに使いたい場合、私は今日はテトラボックスに加工をしようと思ってるので、見える面積っていうのが少し小さめになると思うんですが、そういう時はこんな感じで余白少なめにぎゅうぎゅうに押してもらった方が可愛く見えるなと私は思います。でもまあ個人の好みなので、ご自身で好きな感覚ぐらいで押してもらうのがいいかなっていう気はします。なんかここめっちゃギュッてなりましたね。ちょっとでもあんまり気にしないようにします。こんな感じで押し終わりました。使い終わったハンコは紙で軽くこんな感じでペタペタ押してもらって、練り消しでクリーニングをします。詳しいクリーニングの仕方については別の動画にまとめていますので、よかったら概要欄からご覧ください。はい、ではこんな感じでラッピングペーパー完成しました。可愛いんじゃないでしょうか。あと別の分で2枚
これはあのナーハンコのインスタライブで作った分になります。これも猫ちゃんの分とハロウィンっぽいのを作ってみました。こんな感じで使うハンコとか色によってもいろんな楽しみ方ができるかなと思います。では次にこれをテトラボックスにしていきます。まずはこれをしっかり乾かしてから行うっていうのが大事です。乾いたらこれを半分に折って、でここで切ります。このデザインペーパー結構厚みがあるんで全然裏写りもしてないですね。でこれをまずはこんな感じで円にして、ここをマスキングテープで留めます。こちら文具女子博でマスキングテープのビュッフェをした時にいただいたものになります。パレード柄で可愛いです。この幅よりも少し長めにカットしました。こんな感じで少し重ねるような感じで筒状にします。でここの部分は折り返します。そしたらこれをペタンと少し潰します。そしてここの部分を折り返します。そしたらここのまっすぐと逆になるようにこんな感じで折りたたみます。こんな感じですね。でここの中にちょっとお菓子とかを入れたりすると、お菓子がない、ちゃんとインクがあるんでインク入れてみます。こんな感じで中に物を入れてこうやって、でここをテープとかで留めてもらうとどうでしょうか。中にキャンディーとか入れたら絶対可愛い。開けるときはここからちょっとこうやって開けてもらって、中にお菓子が入ってるっていう感じで使ってもらえたらいいなと思います。ちょっとこれ結構紙が硬かったのと若干サイズがちっちゃいかなっていうのは少し感じました。でも飴が 2,3 個だったら入りそうな感じです。ちょっといろんなところを見るとハンコが押してあって可愛い感じになっております。はい、ということでこんな感じで作ってみました。これ結構厚みがあるのでテープで留めなくても折り返すだけで蓋は閉じることが分かりました。こんな感じで中にぜひお菓子を入れたりしてハロウィンとかクリスマスとかちょっと楽しんでいただけたらいいなと思います。結構3色作ってみたんですけど、どれもめっちゃ可愛いんじゃないでしょうか。ということで何かお子様と一緒に作ってみたりとか、お友達に何かお菓子プレゼントする時の入れ物に使ってみてもらったりなどしていただけたら嬉しいです。このチャンネルなあちゃんこばではハンコ活動を楽しむ動画をお届けしています。最後までご覧いただきありがとうございました。